遅かったじゃねえか。君たちが一緒に来るとはね。その声は最悪の組み合わせですわね。なかなかやるわね。気候兵戦でもいい動きをしていたが、ミゼさんの魔導ライフルも予想以上でしたね。それほどでも別にてめえらに認められる必要もねえがな。とにかく教官を追いかけましょう。ああ、だいぶ先行された。2人ともついてくるなら本当に気をつけてよね。了解です。そんじゃ行くとするか。ちんたらしてんじゃねえ、とっとと行くぞ。僕の番だな。いいぜ。はい。スレッジハンマー。崩れたぜ。主さん、お見それしました。本気で言ってんのか。36階、屋上は40階、まだまだ先ですね。スレッジハンマー、行くわよ。セットガンダー、はあ、崩れた。続きます。とどめ。いいぜ。よし、チャンスだ、もらった。しまいだ。行きますね。えい、今です。いただけ。あら、戦局万来ですね。よーし、壊せスレッジハンマー、行くわよ。セットストライカー、逃がさない。ファイヤー。よし。俺の番だな。ほらよっと。来やがれ。行くぞ。私の番ね。行きますね。私の番ね。先を急ぎましょう。時間を取られました。仕方ない。だが急ごう。39階。はっ、ラストだな。もう一息。久しぶりだなクルーが。それに肺の構造、面白い場所で再会したもんだぜ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ。存在自体と一体化した力。今ならその化け物ぶりが一層わかる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じってるじゃねえか。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ええ、重々承知です。降魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。バルターや千騎の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。どっちもどっちだと思うけど。灰のお兄さんは改めまして。執行者ナンバー0、道化師カンパネルラさん。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなく、この場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど、彼がね。って人任せかよ。実験、ハーベルでも言ってたな。クルーが怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。あってシャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。そうそう、リベールでの福音計画、あれの一環で帝国のギルドを爆破して剣聖カシウスをおびき寄せたんだけど、最年少の永久だった紫殿には足止めを食らってもらったんだよね。里帰りしていたノーザンブリアでさ。その結果ギルドの立て直しで剣聖のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。ふん、レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような外道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロンさん。変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ。12年くらい前だったか。笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された借り、少しはお返しいたしましょう。何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ、強引に道化師。いいだろう。僕の出番はなさそうなんだけど。いた、追いつきとか。来るな、正真正銘の化け物だぞ。結社の執行者、ちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですね。どっちも生かした面構えじゃねえか。ええ、尋常ではなさそうですね。アッシャに見えせまで。そっちはクロウサギだったか。せっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。7組総員、ミューゼにアッシュも2方向での迎撃行動を開始する。適宜オーダーも出す。視力を尽くして生き延びろ。はい、承知。了解しました。お任せよ。言われるまでもね盛り上がってきたね。そんじゃちっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見といこうかな。行くわよ。壊せスレッジハンマー。私の番ね。はあ、くらえ。よし。もらっちゃう。俺の番だな。もらったぜ。私の番ですね。それ。任せるや。ああ、チャンスだ。もらった。行くぞ。そこだ、立ち風の杖。よし。そこだ、もらった。崩れたぜ。もらった。よし。そこだ、もらった。バンダールが創建、とくと味わえ。行くぞ。とどめだ。ラグナストライク。開いた。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。行くわよ。壊せスレッジハンマー。行くわよ。はっ、私の番ですね。いいぜ。構えろ防御士ヘッジ。いいぜ。やっありがとよそれマジかこれ。未熟な。さて、どこまで見せてくれる？構えろ防御神決死。今です。焼き尽くせ。はい。いや。行くぞ突撃時劣化。お任せください。はっありがとう。俺の番だな。やっはい、こんなのいかがでしょう。はい、構えろ防御神決死。お任せください俺の番だな。崩れた速攻ですわ。それお任せください。行くぞ突撃時劣化。私の番ですわ。視線の未来とくとご覧あれ。はっですがもう逃げられませんわ。秘技まあこんなもんか。ご褒美だ。いいもん見せてやる。ほら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 。さてこいつで仕上げだ。ジェリオンハザード。邪道だが強い。なんとか隙を作れればなかなか楽しめたかな。あの小娘がここまで成長するとはな。思わず本気を出しそうになっちまったが、お前が本気を出さねえならそれはそれで面白くねえ話だ。狂っちまえよ小僧、一緒に月に吠えるとしようぜ。彼を本気にさせるわけにはいかない。だがこのままでは。そうはさせないわ。マキアさん、アリさん、お嬢様、ルクセルナに月の光よ。ほとんど燃えてない。現実の炎、そんなところでしょうか。へえ、鋭いじゃない。あっ、エマさんのしゃべりやがった。深淵の身内どもか。ああ、せっかく綺麗にライトアップしたのにさ。リン、無事だったか。マキアス、アリサにエマたちも助かった。大丈夫シャロン。申し訳ありません、不覚を取ってしまいました。これ以上するつもりなら私がお相手します。魔女クロチルダが妹弟子にして赤のローゼリアの養い子、トールス旧7組出身エマ・ミルスティンが。深淵に届く魔力か。帝国のヘクセンブリード、確かに大した一族みたいだね。内戦の時よりもそそらせてくれるじゃねえか。面白い。せっかくだからこのまま第2ラウンドでも。そこまでだ結社の諸君。殿下、先輩たちも。ランディ先輩。来やがったか。間に合ったか。大丈夫、リン君にみんなも。すまねえ、人形どもを片付けてたら遅くなった。道化師か、随分と久しぶりじゃねえか。刀身の息子か。妹さんとは結構仲良くさせてもらってるよ。ああ、千機の小娘の兄貴か。兄貴じゃねえっての。マキアス君、アリサ君、エマ君たちもお疲れだった。おなじみの道化師君に火炎魔人殿だったか。そういうあんたは宝刀王子だったか。ただの皇族のくせに妙な魔力を感じるじゃねえか。いにしえのアルノールの血かな。そしてそちらが噂のルーク・オブ・ジェイド殿か。そちらの呼び名で呼ばれるのは新鮮だが、このタワーは現在私の管理下にある。礼儀はわきまえてもらおうか、見くらう蛇の諸君。ゾクゾクしてくるな。でもそろそろ時間切れかな。あんたとは一度やり合ってみたかったが、目当ての連中は釣れなかったし、あくまで今日は前挨拶だ。それじゃあ今宵はお付き合いくださり。待ちたまえ。せっかくだ、手土産の一つくらい置いていってもらおうじゃないか。情報という名のね。へえ。何が聞きたいのかな。言うまでもない。目当ての連中というのは何者だ。そしてどうしてこの地に来ている深淵の魔女殿がそこにいない。確かにクロチルダさんが来てるなら。このような状況で出てこない方ではありませんわね。姉さんの気配は確かにこの地にあります。それなのにこの場所に姿を見せないということは、もしかして結社とたもとを分かったんじゃないの？大正解。いやー、使徒たちの間で方針の違いが出ちゃってさ、6対1で彼女の主張が退けられちゃったんだよね。そして深淵は出奔、現在行方知れずってわけだ。一応補足を頼まれたが、めんどくさいったらありゃしねえ。やっぱり。何やってんのよ、あの女は。エマ。それだけじゃないだろう。目当ての連中、それ以外にもいるという表現だ。サザーラントでは何者かの手先の西風の旅団が潜んでいた。だが現在情報局と TMP によって両兵関係者はクロスベル周辺から徹底的に締め出されている。ならば一体何者だい。そして幻獣や今回のような騒ぎ、その相手との対決を通じて何の実験をしようとしている？なるほど。さすがは宝刀王子。落ちぶれたとはいえなかなか冴えてるじゃねえか。影？まさか。アルティナ、エマにセリーヌも。了解です。はい、分かった。これは独立時に共和国軍を壊滅状態にしやがった。新規アイオーンベータ2、新たに作られた後継機ってわけさ。ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたら色々と楽しませてやれると思うぜ。別に視察や演習を邪魔するつもりはないけどね。それじゃあ今夜はこれで。ふざけないでよ。ユーナさん、黙って聞いてればペラペラとクロスベルで私たちのクロスベルに来て勝手なことばかりして、結社だの帝国人が寄ってたかって、挙句にそんなデカブツまで持ち出して、絶対に許さないんだから。ユーラ有望、威勢のいいお嬢さんだな。クロスベル出身みたいだけど、どう許さないっていうのさ。お仲間に頼らないで一人で立ち向かうつもりかい？お望みなら一人でもやってやるわよ。それにクロスベル出身は私だけじゃない。特務支援課だっているんだから。潜伏しているロイドさんにアリオスさん、インさん、ノエル先輩にダドリーさん、セルゲイ課長にサイト君だって、エリー先輩にティオ先輩、ここにいるランディ先輩だって。あんたたちみたいにふざけた連中、支援課が絶対放っておかないんだから。ユーナ、ユーナさん、特務支援課か。確かに手強い相手だけど、そちらの総督閣下の指示で拘束されてなかったらの話かな。え？まさかミシュラム方面の動きって。ミシュラムに入れないのでなく、ミシュラムから出さないための封鎖。支援課の関係者全員をミシュラム方面に拘束したのか。拘束しているわけではありませんが、ミシュラム一帯を鳥かごに見立てて、バニングス手配犯とゼロの巫女、風の牽制や陰を閉じ込めた。ノエル少尉やセルゲイ課長など支援課に属していた軍系関係者にもミシュラムでの待機任務に就かせている。そうだな、ミハイル少佐。ええ、マクダイル議長やお孫さんも例外ではありません。なんてことを。どうしてなんでそんな。決まってるじゃない。彼らに勝手に動かれて事件を解決されないためだよ。特務支援課なんていう過去の英雄、帝国の統治の邪魔でしかないからね。かといって下手な罪状で捕らえたら市民感情の悪化を招く。だから生かさず殺さず、徐々にフェードアウトしてもらおうと総督閣下は考えてらっしゃるのさ。本当なら彼らごときいつでも始末できるのにね。ま、さすがに悪趣味だとは思うがな。風の牽制ってのは一度やり合ってみたかったんだが。ユーナさん、大丈夫か？皆さん、兄様ご無事ですか？みんな。放たれた人形兵器も全て制圧できたか。今度こそ幕引きかな。あれは。じゃあな、クルーガー。灰の小僧どもに宝刀王子も。実験が成功した暁にはもう一度だけ挨拶に伺おうかな。今宵はお付き合いいただき誠にありがとうございました。私たち夢でも見ているの？さて、当面の脅威は去ったが、これは帝国の英雄に一働きしてもらう局面となったかな。君はどうして？ユーナさん。ユーナ。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの？自治州を占領して、勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ名誉なことだな。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。